どうも、ねずっちです。昨日はですね、ラジオの演芸番組のね、収録で、北海道の中標津町で、行ってきたんですけどね、おぼんこぼん師匠とか、パックンマックンのね、二人なんか一緒でめちゃくちゃ楽しかったですね。酪農の町ということでね、ヨーグルトとか牛乳をいただきましたよ。めちゃくちゃ美味しかったですね。この中標津町ね、どの辺にあるかっつったらね、例えて言ったらね、次のサービスエリアで仮眠取ろうかっていうのと一緒だね。うん、どういうことかって、もう少し行ったら眠ろうって。ねずっちです。ではまた。